おはようございます。金丸ツイングの石田です。今日はですね、釣り道大会ということでですね、釣り大会をですね、今、日沼川のですね、堀割という場所で、行っております。こちらがですね、堀割という場所なんですけどもね、日沼川の堀割で、じゃ木村くんが、こちらで、釣りをですね、砲弾浮きを使って、やっております。こちらですね。初めての釣りですかね。木村くん、おはようございます。おはようございます。はい。今日は釣り道大会ということで、はい、参加してくれてありがとうございます。木村くんは釣りは初めてですか？そうですね、もう、すごい昔にやったかどうかっていう。ああ、子供の頃とか。子供の時にやったかどうかっていう。記憶もちょっと定かではないけども、はい、まあ、やったことがあるかどうかって感じかなっていう感じですかね。はい、まあ、ちょっと先ほどですね、釣りのお話をして、今ちょっとこちらの砲弾浮きですね、釣りをしております。本日の意気込みを一つお願いします。そうです、まあ。いっぱい釣れたらいいなと思います。ありがとうございます。